こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。顕微鏡による治療、歯科治療を行っております。奥歯の歯の根管治療中の歯ですが、その手前の歯です。こちらはかぶせてあったものを除去し、銀歯ですね、そして根管治療、そして手前の歯です。ここのところの何やら黒いものが見えます。虫歯らしきものです。拡大してチェックいたします。歯の奥側になりますから、なかなか肉眼で見るのは非常に困難な場所です。このように拡大してみると、ここに引っかかりがあります。つまり虫歯ができてしまっています。そしてここの部分は削られているということですね。それが分かりました。これはおそらくこのかぶせるときに歯を削りますから、その削るバーというダイヤモンドがついた器具になりますが、それでここの部分をおそらく削ってしまったということだと思います。そしてその結果、時間が経ち、このような虫歯ができてしまった。ここが削られた跡です。このような虫歯は通常考えられません。人工的にここを削られてしまったということが、かぶせることによって行われてしまった、それによる新たな虫歯という可能性があります。削られたところはこのように食べかすが付着しています。歯を削るのでも、やはり顕微鏡を見てこちらの歯を削らないようにするのが当たり前。皆さんはそのようなことは実際ないだろうと思っています。私も肉眼で治療したときはそのようなことはないと思っていましたが、実際いろいろな歯を見ていくと、このように削られてしまっている、中にはここまで削られてしまっている歯が非常に多いことが確認できました。何しろ歯の奥側ですから、削っているところを見ながら削らないと、きれいな歯を削ってしまい、そしてこのように虫歯を作ってしまう、できてしまうということが起こってしまうということです。これが顕微鏡による審査診断、そしてここを詰めていく、修復していくということを行っていきます。ここは削られているところです。